まずは前半3分いきなりアルゼンチンが先制します。ディマリアのシュート一旦弾いたんですが、メッシの3試合連続ゴール。木村さん、前半3分のゴールですね、まあ、どうなることかと思いましたけどね、はい、いきなりメッシがまずアルゼンチンに先制点をもたらしました。その1分後です、今度はナイジェリア、ババトゥンデから最後は7番のムサのゴール。それもいいシュートでしたよね、はい、コースとしてもやはりもうここしかないということですか。ですね、やはり切り返しから あのシュートへのタイミングっていいですね、はい、そして前半9分、今度はアルゼンチンがメッシからイグアイン、これはボールを捉えることはできませんでした。しかし一つこうメッシがやはりチャンスメイクをしてますね。ですね、やはりパス出すタイミングがいいですよね。そして今度は前半30分、アルゼンチンはこのディマリアのロングシュート、ディマリアも今日は狙ってましたね、はい、そして木村さんからもありました、メッシの勝ち越しとなるフリーキック、まあ、フリーキックといえば木村和さんですが、エリアはもう諦めてる感じでしたね。ですね、いや本当スピードがあって、はい。